はい、皆さんこんにちは、バンダルグルビッシュです。では今回は提督の決断法バブキットドイツプレー続きをやっていきたいと思います。前回ですね、ジブラルタル海峡を突破して、ローマに孤立していたイタリア軍と合流を果たしました。なので、まず戦力をですね、集中させていこうということで、このイタリアの方に西地中海にいる艦隊、これをですね移していきます。もう西地中海に艦隊を置いておく必要がなくなったので、イタリア近海にイタリア海軍の戦力を集中させようというところですね。で、前回もお話した通りですね、この後なんですが、一旦、北進に戦略を変えて、アイルランド沖からシェトランド沖に入ってノルウェー沖まで制覇、ヨーロッパからイギリス軍を駆逐していくという作戦へと移行していきたいと思います。で、そのためですね、まずジブラルタル海峡なんですが、ここに航空機を配備してしまって、ちょっと数が足りないかな。これでジブラルタル海峡に航空戦力を、まあ、70機弱配備できたかなというところですね。で、第一艦隊をじゃあ一旦ここのジブラルタル、言えてないですね、ジブラルタル海峡の守備に回して、主力の空母、これを北進作戦へと当てていきます。もう予備がない感じだな。ちょっと一旦先に航空機を作りましょうか。重爆撃機、バカラ爆撃機は1トン爆弾持っている代わりに少し足が遅いというのが弱点なんで、どうしてもね、消耗が激しいというのは念頭に置いておく必要がありそうです。まあ、それでもね、どんどん連動が上がっていけば、多少なりともそのあたりが改善してくれればいいかなというふうには思います。ではこの第4艦隊ですね、これを一路アイルランド沖へと進めていきましょう。で、第15艦隊、これ潜水艦隊ですね、ちょっと消耗してますが、これもアイルランド沖へと進めます。ジブラルタルからアイルランドまでは航路は2週間、であればその2週間後に合わせて、ドーバー海峡からも艦隊を出しましょう。ドーバー海峡もね、もう艦隊を置いておく必要がないというところになりますので、まあ、入れ替わりでね、攻めてくるっていうリスクはまあ、なくはないんですが、まあ、そこはそれということにします。第11艦隊、そうか、第11艦隊一旦ジブラルタルに入れて、ジブラルタル海峡の艦隊と合わせちゃいましょうか。ジブラルタル海峡に入れているのは巡洋戦艦の、まあ、打ち合いができる艦隊なんで、これをね合流させる。ただこれ16隻構成にもうなってますね。1艦隊16隻までしか構成できないので、であれば一旦温存しておきましょう。まあ、無駄に消耗する必要はもちろんないので、一旦ここで止めおこうかなというところですね。まあ、第2艦隊、第3艦隊、第4艦隊というヨーロッパ方面の艦隊のうち、まあ、第2艦隊はもう壊滅してしまってますからね。そしたらこの第3艦隊との合流を目指しましょう。さあ、では時間を進める前に、お金と鉄を使っておきたいなというところですね。じゃあまずは技術開発から入れていきます。まあ、
使うといってもお金は余裕はないので、まあこの辺りが精一杯かな。さらに鉄を押し売りしとく、押し売りじゃないよね、もうこれに関しては。それにしても日本もドイツもアルミがカッツカツだな。どうにもならないぐらいにアルミが枯渇してるけど。さてこれで残ったお金で建造していきましょう。できればバランスよく作りたいと思いつつも、アキラ型、大型アキラ型は作れないからな。防空巡洋艦になっちゃうかな。どうしても4隻だけだとね、戦力としては足りないんですが、いけるね、2隻さらに作れますね。じゃあここでさらに2隻投入しましょうか。ガルムにする、ガルムに。やっぱりもうね、空母時代ですからね、完全に時代は。ここでスードリとかあるといいんだけどね、スノトラにしよう、ちょっと名前が似てるっていう理由で。これでさらに空母2隻、まあ、お金はねすっからかんになりましたんで、これでじゃあ時間を本当に進めます。防空巡洋艦が完成してますね。オレンジ予算の1万9000はでかいな。まあ、次の目標はもちろんここアイルランド沖ですね。まあ、敵の艦隊がいるかいないかでいうと、まあ、いなそうな感じはあるんですが、航空戦力はねしっかり入ってるんで、まあ、警戒は必要ですね。では艦隊合わせていきましょうか。第14第15、ここは、まあ、合わせられないのでこのまま我慢ですね。で第11艦隊の、2つの戦艦、これは合わせちゃいましょう。イタリア製の戦艦ですね。アイルランド沖へと進出です。敵の艦隊はいなそうだというのは先ほどお話した通りなんで、敵の艦隊がいない中、どう戦うかというところになりますね。でドーバー海峡からも艦隊出します。でがっつりお金が入ってくれたんで、まずは、まあ、困っている航空機から作っていきます。さらにバカラの護衛、輸送船には余裕があるので、そうなると どうしようかなというところだけど、まあ、ここは従順を何隻か作っときますか。まあ、ビスマルク型の戦艦は作っているので、まあ、このビスマルク型の戦艦プラス、使えるものっていう風になると、まあ、巡洋戦艦はね、護衛艦としてはちょっと使えないからな。あの巡洋戦艦で、まあ、あの戦艦よりも速度が出る、機動力があるっていうところで装甲の薄さをね、そのスピードでカバーするっていうのが基本的な位置づけになってるのかなと思うんですけど、空母の護衛につけたりするとその機動力が完全に失われてしまうんで、そうなると、まあ、足の遅い巡洋戦艦でいいのかなっていう感じがしますね。これもじゃあ空母の護衛としてアドミラルヒッパー型、これを2隻建造しましょう。でもう1個空母艦隊作りたいので、アキラ型をさらに2隻、まあ、最終的にはねもっともっと増やしたいんですが、一旦はもう2隻建造しちゃいましょう。
そうなるとアドミラルヒッパー型、これさらに2隻欲しいな。まあ、空母の護衛という位置づけだと、まあ、空母4隻艦隊に入れたとすると残り12隻、置けるので、まあ、この防空巡洋艦はもう完全に防空仕様ではあるんですけど、同時に敵の潜水艦にも対応しなきゃいけないって考えると、この K14 艦タイプの防空巡洋艦は、まあ、数はね惜しいところなんですよね。この後技術開発が進んだ時に、まあ、これらが陳腐になっていくっていうのだけがちょっと怖いところになりますね。アルミが欲しいな、本当にアルミが欲しい。今アルミが全くないんで、これをねどう回収していくか、ちょっとお金があるうちに航空機の開発とかやっちゃいましょう。これでもうお金もすっからかんですね。で鉄を供与。では艦隊戦に入りましょう。航空基地2つか、敵潜水艦持ってきたけど敵艦隊がいないんだったらちょっと無駄になりそうだな。これはちょっとしょうがないですね。よく考えれば撃ち合える砲撃戦ができる艦隊で艦砲射撃を念頭に置けばよかったかな。敵の艦隊がいなければ本当に無駄なことになっちゃうんで、ちょっとそこだけもったいなかったかな。まずは敵の航空基地分かってるので航空隊を発艦しましょう。まあ、間違いなく敵の艦隊はいないだろうと、まあ、ミッドウェイと同じ間違いをしそうですけど、ミッドウェイの時は、まあ、史実の話ですね。まあ、そもそも敵の空母を、殲滅するのが目的だったのか、ミッドウェイ島の基地、ミッドウェイ島を攻略するのが目的だったのか、まあ、そのどっちが作戦の第一目標だったのかっていうのが、まあ、あまり明確になっていなかったというのがね、その敗因の一つとして言われているようですけど。いや、1トン爆弾さすがだわ。もう破壊したもんね。1トン爆弾の威力凄まじいものがあるな。空母艦隊の方にはただ残念ながら揚陸艦を持ってきてないんで、基地の占領っていう概念がちょっとないな。まあ、もしこの基地攻撃を行っているところにね、横っ腹から敵の艦隊、さらに空母から爆撃機あるいは攻撃機がこの空母艦隊に寄ってきたらね、もう護衛艦だけしかいないんで、残りの2艦隊は潜水艦隊なんで、この空母艦隊が壊滅するっていうね、そういうリスクもあったかなとは思うんですけど、まあ間違いなく敵艦隊はいないでしょうという中での作戦ですね。まあ現にここまで飛行機飛びましたけど、敵艦発見の報告は入ってないんで、まあ大丈夫でしょう。いや、1トン爆弾の威力凄まじいな。足はもちろん遅くなるんですけど、それ以上に威力が魅力的すぎる。もう2つの空母から、まあ、2隻の空母から爆撃機飛ばして、もちろんね、その今ドイツ軍攻撃機を持っていないんで、全部1トン爆弾積んだ爆撃機だというのを差し引いたとしても、2隻の空母からの1回の基地攻撃で基地を壊滅させられるっていうのはむちゃくちゃ魅力的ですね。で、敵も直、艦隊いるじゃないか。これがあるな。いないと思ってたのに敵の空母がいる。
けど場所が悪いね。これだったらまだ立て直せる。しかもこっちはどうやら意図はしていなかったものの、空母は一隻は奇襲攻撃に行っていて、もう一隻は航空隊出してませんでしたね。なので航空隊が基地攻撃に向かえる。そうだね、爆撃機が飛んでるね。この爆撃機はおそらく敵の艦隊を目指しているはずなんで、理想的な展開だな。まあともすればね、その戦力を航空隊を分散させてしまっているっていう面も出てくるかなとは思うんですけど、今回に関しては御の字だな。しかも敵の空母を大破させてる。このまま沈めたいね。第2波攻撃が到着する前に逃げられちゃうんで。うん、撃沈してくれたね。これで一旦夜になるので、戦線がおそらく膠着に入るんじゃないかなと思います。到達できるかだね、夜になるけど。やっぱりちょっと爆撃機当たらないよね。もちろん急降下はつけてるんですけど、一旦第一艦隊は敵の艦隊が夜のうちにね、寄ってくるのを防ぐために南へと進路を変えましょう。怖いのは夜のうちの艦隊戦、しかも砲撃戦が一番怖いんで、それが防げれば大丈夫ですね。まあ敵は我々の位置を知らないので、当てずっぽうで寄ってくることになるとは思うんですけど、まあ、それでも怖いは怖いので、先に潜水艦を先行させましょう。いや敵の艦隊絶対いないとまで言ったのにいたからな。どこで遭遇した？あ、いたね。潜水艦にやっぱりダメージは出てますけど、まあ、ここまでのところ、ああ雨か、ここで雨か。まだちょっとね、敵の駆逐艦足が止まってないんで、潜水艦の遅い足だと追いつかなそうだな。敵の艦隊は撤退していくようなので、あとはこの残された敵の基地ですね、これを爆撃機が殲滅すれば終わりかな。もうこのアイルランド沖は完全に潜水艦が封鎖した形ですね。
よし、これでアイルランド沖取れました。味方としては潜水艦が3隻、第15艦隊から被害が出ています。で、敵の方はというと、まず正規空母イーグル、これ撃沈してます。さらに計14艦エンタープライズ、エメラルドで、駆逐艦1隻撃沈ということで3隻取り逃してますが、まあ、イギリス軍の第4艦隊は壊滅させたと言えるんじゃないかなと思います。お、イタリア近海に敵の艦隊が来たな。まあ、ただここは逃げの一手だからな。ちょっとここで艦隊決戦というわけにはいかないので、ここはね、逃げの一手を打たせてもらいましょう。もちろん寄ってくれば迎撃せざるを得ないかなというのはあるんですけど、寄ってこない限りは一旦は退避という選択肢ですね。まあ、ここはもうひたすら防戦するっていうのがこのローマ、イタリア近海での戦いになります。敵艦隊だな。いや、このさ、艦隊ほんと強いんだよね、イギリス軍の主力艦隊。砲撃戦もできるし、航空戦力による、まあ、航空戦もこなせるし、本当に強いですね。はい、というわけで、ローマ、イタリア近海では艦隊決戦を避けるという形で、防衛に成功しましたね。14戦艦が第12艦隊から失われているな、イギリス軍の方はね。味方の方はというと、まあ、駆逐艦が2隻やられていますが、まあ、14戦艦1隻撃沈して、まあ、しっかり基地は守れたので、まあまあよしよしとしましょう。まあ、イタリア近海に関して言うと、もう本当に狙われるでっていうのがよくわかりますね。なので、まあ、イタリア近海は基地戦力を増強しましょう。急いで、まずは航空戦力というところになると思うんですが、まあ、今ね、航空戦力として使えるのはこのバカラ爆撃だけなんで、うわ、11だけ？アルミが本当にないね。アイルランド沖にここ、まあ、アルミがちょっと取れるんで、これでね、ちょっとマシになってくれればいいかなって感じだな。イタリア近海飛行場、第3飛行場にもバカラ爆撃配備しよう。で、今後の艦隊の動きなんですが、まあ、一つ言えるのは北進を続けるっていうところなんですけど、まあ、そのためにどうしようかな。まずはアイルランド沖に艦隊を置いておく必要があるんで、この艦隊をね、どう処遇するかですね。まず第15と第16合わせてしまって、もう艦隊自体が摩耗してるので、まあ本当だったらこのまま第4艦隊をね、突入させたいんですが、北海、まあここにいる艦隊を出しますか。これをじゃ あシェトランド沖へ出しましょう。で、一方アイルランド沖からは第4艦隊のみ出します。第5第16は一旦アイルランド沖で待機、その上で、敵艦隊が攻めてくるようであればこれを防衛しましょう。しかもアメリカ軍が寄せてくる可能性があるんで、で、あとマップを見ておくと、一旦アメリカ軍とイギリス軍を完全にヨーロッパ方面では分断させることができつつありますね。
なので、このままシェトランド沖からノルウェー沖へと進行してイギリス軍を駆逐したら、いよいよ対日戦へと、日本の支援へと舵を切っていこうかなというところですね。まあ、蓋をするのは、カナリア沖ですね。これに対してジブラルタルで蓋をすると。で、アメリカ東海岸沖に対してはアイルランド沖で蓋をするということになるんで、アイルランド沖には航空基地作りましょう。しかも急いで。さあ、これでお金もね、使い切ったかなというところになりますんで、一旦じゃあ今回はここまでにさせていただいてですね、次回またこの続きをプレイしていきたいというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。